普通のために作られたやっと来た。リーユへの姉子、待ちくたびれてたところだよ。それと二人の密航者、ああいや、あんたたちの将軍様のせいで近頃はもちろん私の戦隊も大いに、そうだ、紹介しようよ。君たちに会えることを。トーマ、この二人紹介はいらない。異教の旅人の名声は外界の嵐だろうと防げないからね。嬉しいこと言うな。うん、手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。何か困ったことがそろそろ時間だ。カズハの子、また会おう旅人。稲妻でどんな荒波に会おう。バイバイ、元気で。それじゃまずは審査所で登録。で、稲妻のお偉い鎖国令を舐めないでくれ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。